第62回政策評価独立行政法人評価委員会を開会いたします。皆さんお忙しいところをお集まりいただきまして、まあ、ありがとうございます。それでは最初に、政務からのご挨拶いただきます。まず新藤大臣、はいはい、おはようございます。先生方にはもう大変今度はご苦労いただきまして、また大変ご尽力を頂戴いたしましたことをまず冒頭にお読みさせていただきたいと思います。この政策評価独立行政法人評価委員会、まさに平成13年の中央省庁改革 の以来のことでございます。まあ、歴史ある委員会でありますし、まあ、その中でこの独法評価を通じまして非常に重要な役割を担っていただいていると、このように認識をしております。そして今回も、まあ、63回ということでありますが、このような大きなですね、多数の会を開いていただき、そしてワーキングにおいて精力的なご指摘に頂戴したことを私も承知しておりますので、皆様方に重ねてお礼を申し上げたいというふうに思います。そして岡委員長さんには規制改革、そして私どもの ICT 成長戦略と、まあ、いろんな分野でもご尽力を賜っておりますし、ここにいらっしゃる方々にはそれぞれ政府の中でさまざまな活躍をいただいていると、まあ、このように認識しております。で、今日取りまとめていただきますこの勧告の方向性につきましては、この私がですね、明日閣僚懇談会において特に7章関係しますから、その7章の事務大臣に要請をさせていただこうと、まあ、このように思っております。あと合わせて政府内でこの独法のあり方について抜本的な見直しが行われております。この研究開発法人 その最大成果を得られるにはどうしたらいいかと、こういったことも含めまして、今この政府内におきまして独法のですね、あり方検討が行われているわけでありまして、今回のいただきましたこの勧告の方向性と、こういったものも踏まえながら私ども適切な対処をしていきたいと、まあ、このように考えているわけであります。まあ、今後ともこの独法法人のですね、成果、そして政策評価をしっかりと行っていくように皆様方にこの引き続きのご協力を賜りますようお願い申し上げまして、多大なるご苦労に重ねて感謝申し上げまして、ご挨拶に返させていただきます。大変お世話になります。ありがとうございました。大臣ありがとうございました。